ふんよし。呪い呪い。あ、やめて。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。どこ行った？ドルトン。あ、あったおった。お、素晴らしい。綺麗な水を汲んできてくれたのだな。あとは大樹に登って目印がついている4箇所に汲んできて綺麗な水を流し入れてくれ。あ、なるほど。そういうことをしなくてはいけないのね。どこどこどこ？目印のつい、へ？うん、ハートあるけど。目印のついた4箇所ってどれ？大樹の葉って何？どうすればいいの？何？どうすればいいの？何なの？ここ？ここに流し入れるの？はい。流し入れたよ。あとは、そっち？ 4 箇所って言ったよね。よいしょ。はい。で、ここにも水を流し入れまして、あとは、ここ？ここも？違う場所、違う場所にまで行った。あ、ちょ、組んで、組んで、組んで。で、ここやね。はい、これで、あとはどこ？ん？あっち、上かな？この辺から行けばわかりやすい？ほ。あ、ここだね。はい、オッケー。いけたー！オッケー。大樹に綺麗な水を流し入れてくれたのだな。これは凄まじいぞ。近くでは分かりにくいかもしれんが、水をたたえた大樹は何とも美しい。心まで現れるようだ。あ、めっちゃ水が流れおる。このようなものを作るとは、我が平和主を誇りに思うぞ。父として、兄として、時に母としてな。やめてくれ。ところでアイナ、まだここだけの話だが、すべてが終わったら、我が輩お主の空っぽ島に行こうと思う。共に緑を作る仲間としてな。アイナ、遠慮はいらん。モンゾーラから出るときは、絶対必ず我が輩に声をかけてくれ。おっと、そうそう。設計図の仕上げとして、命の原木を4つ、お主の手で置くのを忘れるでないぞ。了解です。さあ、これでその命の原木を置く場所というのはもうあるのかい？あ、これってことかな？四つ置く場所。待って、とりあえず置くわ。はい。そして、はい。まあ、多分これ置く場所合っとると思うけん。え、壊さないでくれますか？めっちゃ破壊されたんだけど、あ、ここにつけるってこと？もしかして。そういうこと？なんか超運ばれていくんだけど、つら。そんなとこに置いてんじゃねえよってこと？やめてくれる？しかもそれ破壊してさ、どこに持ってったの？手元に命の原木なくなるんだけど。あ、中にしまってく？あ、なるほど、そういうことね。しまわないで。しまわないで。え、てか、どうするの？それは。え、要は、え、だって作れんやん、これ。あ、一回取ったら作れるんかな、もしかして。ちょ、ごめん、一回取るよ。とりあえず上の方から取った方がいいよね。下の方がなんか未完成になるよりは、まだ未完成の部分から普通にスッて取った方が、多分いいと思われるけん。あ、違う違う。違う違う。ちょっと待ってね。何やってんのみんな。あるの？え、何あったの？あったの？あ、なるほど。ここじゃなくってそっちなのね。オッケーオッケー。なるほどなるほど。私の置く場所が違うと。そういうことですね。あ、ありがとう。置いてくれるんや。置いてくれるんや。なるほど。で、大木の歯がいるんやけど、じゃ、これ一個壊すよ。これやろ？大木の歯って。取ったよ、取ったよ。え、取ったけど、あれだな。別に何も、作れんね。ってことは、これは、
待って、大木の葉？大木の葉。え、でもこれ、普通に足りてない？足りとるよね。どういうこと？どこに入れといたらいいの？それは。ちょっと待ってね。え、なんか水ないんだけど、ここ。ここ水流し入れるとこじゃなかったっけ？違った？ここの中にはない。え？え？今の、あ、なるほど。私が袋の中に入れとんや。私が袋の中に入れてるわ。ちょ、これで足りるでしょ。なんで私これ持ってんの？ちょっと意味がわからないんだけど。はい、これで足りるでしょ。いける？多分これで完成すると思う。え、なんか水がさ、必要な場所から落ちてなかったとこがあったよね。どこなんやろ。おお、何？完成したわ。完成したわ。あ、大丈夫なんや。イェーイ、やったね。イェーイ。さあ、これで完成しました。誰に話しかければいいの？君かい？すごいや。アイナが命の原木を置いてくれたおかげで、最後の設計図が組み上がったね。いや、私なんか置く場所間違えてたみたいで、みんなが置き直してくれた。はあ、私は信じられません。一心不乱に畑の柵を壊そうとしていた私が、こんな巨大なものを作ってしまうなんて。で、そんなとこにいたら多分落ちるよ。ここまで長い道のりでした。いよいよ新しい大樹の完成ですね。さあ、最後の仕上げです。てっぺんにある命の原木の隣に、桃色の花の種を4つ植えてください。はい、じゃあ植えてきます、私。あ、ここね、オッケーオッケー。桃色の種、これ。はい。植えます。ほっ。ほっ。はい。てい。オッケー。やったね。さ、これで、オッケーなんだけど、とりあえずこれもしかして水に乗ったら、無事に降りられるとかそういう、ないか。はっ。あ、降りれるんじゃない？ほら。ふぅー。マイクラと一緒やね。ミミズンどこ？え？どこ行った？ミミズン。おらんねえけど。あ、とりあえず、鐘を鳴らせば集まってくるかな。鐘。チーン。さあ、来いよ。あ、来た。よいしょ。違う、君じゃないんだ。ほっ。大農園の道、その3。違う。それの確認じゃないのよ、別に私。ありがとう、アイナ。桃色の花を咲かせてくれたんだ。とってもいい匂いがするね。これでお花も3つ揃いました。大樹は全て完成と言ってもよろしいのでは？はい。ついにここまで来ました。どんなにこの日を夢見たことか。チャコ、今だから言うが、お前のことすぐに値を上げるんじゃないかと思ったらぜ。シドウさん、言ったじゃないですか。島に緑を取り戻すことは私の夢だって。それに、マギールさんも言っていました。夢を諦めちゃいけないって。うん、夢か。夢うるさい奴らだぜ。とにかく、僕たちついにやったんだ。これで新しい大樹が完成するはずだよ。周りの作物たちは全部枯れたりとかしおるけど大丈夫かな。とりあえず、ここまで来れたよ。やっとこさ。これで、緑はどれぐらいまで広がるの？うわあ、新しいお花が大樹に力を与えてくれたみたいですね。ん？何？モンスターの気配？なんだこれ。心地いい風を感じるぞ。あ、そっちね。大樹から風が巻き起こってる。お、これで？あー、でもそこまでなんや。全然やん。まあ、見える範囲は結構緑になったかな。うきゃー、これで、新しい大樹が完成したんですね。大樹から吹く風が、鎖風を押しやり、周りに新たな緑も生まれたようだ。こんなでかいものを一から作り上げるなんて、すごいじゃないか、アイナ。まあ、作ったのはね、この子らなんやけどね。でも、でもっす、
この大地ね、まだまだ底知れない可能性を感じるっすよ。今こそ風の雫の出番なのではないか。それがあれば大地に力を与えられよう。はい、きっとこの木に風の雫を振りまけば新しい大地が産声を上げるんです。だが素材になる始まりの一葉がないんだろ。素材がなきゃ作れないぜ。多分だけど、始まりの一葉っていうのは島の総督評判が持ってるんじゃないかな。あやつはマギール殿の仇でもある。やはり倒すしかあるまいな。ん？おお、何やってきた？これは一体？おお、敵が攻めてくる。敵が攻めてくるよ、敵が。ご機嫌いかが？そんなこと言える場合じゃなかろう。ちょ、待って待って待ってよ。準備は万端よ。あいな、この気配間違いない。ヒボ番号の軍勢が攻めてきたみたいだぜ。向こうから来てくれるとは好都合だ。まずはハイから守るのも蹴散らすぞ。どうだ、戦う準備はいいか？オッケー。よし、大樹完成の前祝いだ。暴れてやろうぜ、あいな。頑張りましょう。バトルスタート、モンスターを倒せ。行くぜ、行くぜ。ウキャキャ。ウキャキャ、ウキャキャ。ふぅん。よし。呪い呪い。あ、やめて。やめて。って、くっそ、私の方が呪いじゃねえか。てい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 て。いやーつらーい。はっ。よし。いいぞいいぞ。はっ。びっくりした。ベビーサタンかと思ったら思いっきり指導だった。全然違った。はい。く。まだまだ。はっ。避けてんじゃねえぞ、おい。はっ。く、私がとどめを刺したかったのに。へい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 。やめてください。怖い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 。普通にやっつけた方が早いような気がして。いやー。あ、てい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 。よし、いいぞ。そしてお前も。イェーイ。さあ、あとはこの2匹だけかな。はい。やっつけてこ、やっつけてこ。あと1匹。危ない。これは、回転切り。ふぅ。危ない危ない危ない。へい。お、いけるいけるいける。やったね。さあ、まだまだ来るぞ。めっちゃすごい数なんですけど、やめてよ、やめてってば。聞いてる私の言葉。とりあえず、アローインプを先にやっつけていこうかな。ベビーサタンの弱っちいやつを先に大量にやっつけていって。あー、寝た。助けてー。はい、弱いやつを先に倒しておいて、よいしょ。なんだ？なんだ？やめてくれる？そしてこいつがまた、すぐにやっつけれそう。はい、オッケー。地道に地道にね、やっつけてこ。はい、オッケー。仕留めた、仕留めた。はい。ういあとちょっとやね。あ、いてててて。て思っとったのと違う方向から来た。焦るー。やめてやめて。よいしょよいしょよいしょ。避けつつ頑張っていくー。あーく、死ぬがいいわ、お前だ。よし。オッケー。さ、次は君だ。あ、やめてよ、振り向かないで。あっと、避けたつもりだったのにダメだった。よいしょー。いったね。次はちょっと、あ、そこの魔導士行こうと思ったけど。お、これでもう全部じゃない？いけるね。いけますね。おし、お、よし、あと2匹。こい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 。あと1匹。
行くぜ。はっ、はい、あとちょっと、へいへい、後ろから。ドルトンが死にそうじゃない、大丈夫。はい、拠点を狙うモンスターやっつけた。バトルコンプリート。まあ、人数も多いしね。イエイ。また敵が攻めてくるの、もうやめて。ザコどもはぶっ倒した。いよいよ非暴番号の野郎が来やがるみたいだぜ。奴を倒せば、教団を島から追い払えるはずだ。きっと始まりに諸派とやらも手に入る。大事は家が壊されても、我が輩たちが修復する。思う存分戦おうぞ。よし、やってやろうぜな。非暴番号をぶちのめす準備はいいか？オッケー。この時を待っていた。奴は俺が必ず倒す。こいつらと紛れるためにな。奴を倒して、島に緑を取り戻すんだ。行くぞ、エナ。一匹だけ？またなんか、周りの雑魚たちがいるの？いないでいてほしいんだけど。ひえ、来た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 。一匹だけか。よし、行く。鎖をもたらす大猿ヒボ番号。一度壊してやった胎児をここまで作り上げるとはな。これは破壊のしがいがある。今度こそ貴様らに立ち直れぬほどの絶望をくれてやろう。ふん、くだらないセリフは吐き終わったか？だったらすぐに楽にしてやるぜ。めっちゃ空中におるんやけど、シド。私たちも一緒に戦う。絶対に胎児を守るんだ。うん。巨大な敵だからとて、我が輩たちはひるまぬ。アイナ、シド、共に参ろうぞ。お前たちよく言った。みんなであいつをぶっ倒すぞ。くぎゃっはっは、面白い。貴様らが作った胎児もろとも、破壊神様への生贄にしてくれるわ。破壊神はここにいる指導だ。ヒババンゴは拠点を壊そうとしてる。やめて。そんな勢いで突っ込んで来られたら、ヒババンゴの正面から離れろ、離れます。あー、拠点がやめてよ。いや、ちょっと待って。あのゾイトあれ何度も転がって来られたら、また胎児が壊されちまう。あれはチャチな壁を作ったぐらいじゃ防ぎきれないぞ。くそ、どうにかして奴を止める方法を考えないと。え、なに？どうやったら止められるのあれ。え、てか今のうちに攻撃しに行くとかいうことはできないのこれ。なにバナナ食ってんだ。いやー、ゴミを落とさないで。ほら、あいつらが戦ってくれる間にさ、私がこっちに。なんだ、壊せないだと？え、今は何も壊せないということか。マジかー。これ以上は進めない。逃げることもできないと。まあ、逃げることはしないけれども。くっ。なんだ、いけんやん。え、おらんし。バナナの皮を使うことができるってことか、もしや。これ使えるんじゃない？おい、怪我はないかいな。大丈夫、大丈夫。これで滑らせることができるんじゃない？多分。ち、あの野郎。たださえ醜いくせに汚い皮を撒き散らしやがって。だが、ひょっとするとあれを使えば、奴の動きを止められるかもしれないな。アイナ、あの皮、お前のグローブを使ってどうにか利用できないか。目の前にとりあえず、痛い。はぁ、ふざけてんじゃねえぞ、おい。はぁ。とりあえず、進行方向に、置いて。イエーイ。今だよ、今。よし、いけ。で、これで次またここの川で滑って転ぶと思うけん。痛い。いやさあ、いやっと。これで今のうちに私がバナナの皮を、違う。バナナの皮を、拾い、間違えたー。水。違う。破壊しちゃいかん。はい、拾いまーす。さあ、これで、この辺に配置しておいて、痛い。これをやっつけたときに、こっち側に来るってことなの。ちょっと待って、お腹すいた。よいしょ。ああ、ちょっと、バナナの皮を破壊しないで。そういうこともされてしまうのか。ちょ、待って、進行方向にちゃんとあるよね。ある、大丈夫。破壊しないで。ピンクなんや、この、
バナナの皮。ちょっとバナナの皮がなくなるやろ。やめて、危険危険。危ない危ない。お、危ないぞ。ちょ、それ破壊しないで、しないで、しないで。やめてやめてやめて。はい、オッケー。さあ、来いよ。お、転がってくるぞ、こいつ。はい、来るー。そこ危ないよ、みんな。来い。でも、その辺のは自分が置いたやつだよ。あー、ちょっと待って、それいける？え、それどうなん？いけるん？あ、あー、あー、やだ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 。なんか破壊された。何が破壊されたの？つらい。何がなくなったんかもよく。あ、畑がない。くっ、ちょ待って。はい、よいしょ。よっしゃ、来た来た来たよ。みんな来たよ。ちょ待って、邪魔これ。マジ邪魔。バナナの皮邪魔。よし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 、これいけるんじゃね。一箇所だけから来るとは限らんのやね。いろんな方向から来るんか。とりあえずこの辺一個置いて、でこれをまたこの辺に置いて、で、あとは、最初からいろんな方向に設置しとかんといかんね。危ない危ない、ちょっと。かぶさるやろ、バナナの皮が。いやー、あー、バナナの皮ある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 。あるあるある。で、この辺置いて、さらにどっか、みんなが戦ってくれる間に、あ、いろいろしとくわ、私。よいしょ。ん？持てんぞ。お、違う違う違う。うー、危ない。あれ？もう持てないんですけど。ビルダーの服を装備した。さっきから装備してなかったっけ？違う、稽古着を装備しよう。あ、違う違う違う。あれ？持てないんだけど。なんで？なんで？なんで？なんか持てなくなったんだけど。なぜだ？この辺の持てるよね。え、持てない。あ、違う。持てるわ。よいしょ。持てる持てる。はい、これで。混乱しすぎて、今更ながらボタンを間違えた。普通に間違えた。はい、オッケー。いけ。よし！さあ、来いや。何、怒り出した？パターンが変わる？もしかして。やめて！やめて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 ！ちょ、待って！ちょ、待って！ちょ、やめてってば！さらに怒り出した、知るかよ。何してんの？いやー、増えた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 。何それ何それ何それ、意味わかんないから。いやー、つらい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 。当たる当たる当たる。いやー、助けて助けて。あ、バナナ食ってんじゃねえよ。転がってこいよ、はよ。あ、来た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 。はい、来る。さあ、いろんなところに配置してるから大丈夫でしょ。転ぶでしょ、そこ。え、大丈夫？え、大丈夫か？どこどこ行った、どこ行った。あ、こっち来た。その辺絶対転ぶ絶対転ぶ。いける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 。直前で転ぶ。来い、うっせい。いっけ、みんな来い、みんな来い。ちょ、みんなやっつけて。ほらほらほら、早く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 。ほら、早く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 。この回で多分いける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 。いけたー、やったねー。危ない、潰される潰される潰される。あ、前向きに行くんや。おっしゃー、やったねー。来たよ。最初の人流行ったっけ。来た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 。お、しかもレベルも上がった。やったね。ちょ、バナナの皮回収していってくれんかな。かわいいけど、モニュメント的な感じ。アイナたちのレベルが10になった。
よし。で、これですね。始まりの一歯を手に入れた。最初じゃなかった。始まりやった。バトルコンプリート。そこになんか水をぶちまけてしまったけど、私。やったな、アイナ。ヒワバンゴの野郎をぶっ倒したぞ。ところでアイナ、さっき掲げてたチャチの葉っぱはなんだ？二人とも、話は後でゆっくりするがよい。まずは我が輩たちが壊れた建物を修復するぞ。畑も？畑も？畑以外多分壊れてないと思うんだけど。どうよ。拠点がほぼ元通りになった。ほぼ、ね。なるほど。多分、畑戻してくれたらありがとう。何？本当に、ビルド力半端ないやん。やべえ、みんな。ありがとう。ありがとう。超絶頼もしい。ほい、ということで、じゃあ今回この辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。ってことはこれで、ま、クラフトして、どうなん？風に乗って、もうこの島全体が緑に満ち溢れる的な感じか。それを期待しとこ。